高松市北浜町の倉庫街を活用した商業施設、北浜アリー。若い世代を中心に人気を集めています。これまで北浜アリーの中にはインフォメーションセンターなどがなかったということですが、それに着目した学生らがこちらの案内所を開設しました。おとといオープンした北浜案内所は、北浜地区の活性化を目的として活動する香川大学の学生グループ北浜ラボのメンバーらが運営しています。案内所には北浜アリーにある21店舗のマップやショップカードなどが置かれていて、土曜、日曜、祝日は学生が常駐しています。訪れた人たちに営業している店やイベントの情報などを伝えるほか、周辺のおすすめスポットなども紹介するということです。北浜アリー全体のことについてやっぱり知っていない方もたくさんいるのかなというふうに思ってたので、全体のことを知れる場所があればいいのかなとは思っていました。なんか気になったことがあればすぐこっちに来てくれるぐらいの雰囲気でここに立ち寄ってもらえることができたらなって思ってます。香川県内では高松空港のソウル線と台北線の再開に伴い、インバウンドへの期待も高まっています。今後案内所では海外からの観光客にも対応するため、外国語での案内マップの作成なども検討していくということです。